富田林市北部の一角にある中筋ファーム中筋秀樹さんで4代目110年以上の代々農家を営んでおられます周年として茄子、きゅうりを生産されています茄子は主に染料茄子と呼ばれる大阪茄子のほかみずみずしい生食のご馳走茄子まん丸の形が特徴の京まんなど 10種類ものナスを育てておられます独自キャラクターを持たせてブランド化を図ったり J ギャップ認証を取得また農園の中にバーベキュー施設を設置し収穫体験ができるようにしたり生産だけでなくいかに生産したものをアピールしていくかということを模索されています。 品種でいうと千両なすっていうなすが一番有名なナスですけどそれがこう以前からまあ土地柄もあっているのか、まあ、私たちの農法が評価されているのか、まあ、あの品質的にも高評価を受けてもらってて、まあ、高級な百貨店から格安で買えるようなあの店舗とかにも販売するような形で販売戦略もさせてもらってますね。 大阪なすっていうのはやっぱボリュームが売りで大きいから大味かなと思いきや大きいからこそふんわりして柔らかくって口の中に入れた時にとろけるようなまあそういうふうなあの特徴を持ってて普通自然に交配してできるなすだとあの大きくすすると種が入っちゃうんですねただ僕たちが作ってるのは一つずつこうビニールハウスの中で作るんで。 人工受粉をしないと実がならななないいんででですすよよよねねうう種なしと同じような感じ感、ね、それがすごく手間のかかるもので一つずつそのね何文こっていう花にあの受粉していくわけなんでその手間暇がすごく大変で最近だとやっぱその高齢化していく中でその作業負担がしんどくてその農法をやりたくてもできない人が増えてる。 まあ農園の年齢層が若いっていうことは逆にそういうふうな作業をこなせる人材が豊富であるっていう意味でもあってそれを繰り返してやっていくことであのそういう品質のナスを作ることが可能になっているとただそれを地域として守っていくためにまあ頑張っていかなければいけないかなっていう感じですね。 昭和の時代には随分とのどかな庭園風景が広がっていた富田林市も道路が整備され都市化が進んでいます農地もまだまだ多くあるように見えますが工作地地の宅地転用も進んでいま,すまた農業が抱えている農業従事者の高齢化や後継者不足はここでも大きな課題となっていますそれでもこの富田林の地の利用を生かした農業ができるとのこと あからさまにこう地地方と比べて農地が狭いですうちの農園でも4分の3は借地でもう高齢化とかこう農業を後継がれないでやられない農家さんのまあその地主さんから借りるような形で作らせてもらってるんですけどで限られてる中でちゃんと収益の上がる農業経営をしようと思ったらいかに小さい面積で 高収益になるような作型をあの作物を選択するかっていうところにやっぱ絞られてしまう。と都市化が進むと、はい、こう,うちらの農地でも目の前にこうビルが建っちゃうともう影になるとそれでちょっと作れないようなそういうまあ目先の怖いところもありますしせっかく立派な堆肥作りの出来といい土地があってもそこが。 あのアソハルトにかまってしまうようなまあそこで自分が地主であればそれは捉え方によってはメリットになるんですけど、はい、僕らみたいなこうまあ小口で農業をやらせてもらっているものからすると大事な農地がなくなっていくっていう不安の中にいてますまあそういうまあデメリットはあるんですけどそれって逆にすべてメリットにも捉えられるわけで。 そういう環境でそういう都市化が進むんでその自分たちが作った野菜が身近で消費される環境が整ってるってことにもなるんですよ、ね。こう鮮度のののいいい状態でで最終の消費者までの到達地点が早い僕たちだったらこう直接納品ができたりとかこうあの配送コストにしても抑えるような環境が整ってる。でかつあの 農肝期になったらあのすぐ町が近くにあるので遊びに出かけることも簡単にできるとだそういうこう都市農業の魅力的な立地としては逆に農業するにははやり方次第ではもう最高の立地かなって思ってて思ますね、うんまあ、高齢化で後継者がいないという課題は全国的に一緒なんですけど田舎に行くと結構条件いいんですよ。 農地用用用意意ししててまますす、はい、そのののため農農家用住宅の住むところ用意してます農業機械用意してます大阪ってす逆にそういう風な環境を整えることはまずないんですけどどっちかいったらビジネスチャンスやっていう捉え方の観点があって農業でこう都会で暮らしながら農業のある暮らしを求めることも可能ですし都会の近くで 農業でビジネスとして頑張ろうっていう可能性も秘めてるとこやと思うし本当にうまくやっていくと大阪で農業って結構いいんじゃないかなって今になって気づいてますね自分たちが。フ、うん、ルタイムで働けるような環境を農家がちゃんと提供できるようになってきてで、まあ、そういった中でちゃんとこう安心した所得を得れるように。 持っていく体制まで、まあ、そこはまだまだ企業努力する必要はあるんですけどそういった中でこう特産の大阪かなすきゅうりの産地として評価を受けているもののこのままでは将来的に産地の維持すら難しくなるそこまで来ているんだと語る中辻さん。 この地での農業の維持発展に向けて、貢献意欲を持ってやってこられました。一農家としてできることは限られているとのことで、共同で。地域農家を支援するための法人を立ち上げることになりました。中筋ファームっていううちの僕の農園、まあ父親から引き継いだ農園が。この地域でも規模が大きくて。はい、で、もともとこう農家である中筋ファームが。 近隣の農家さんん助け取ったんですよね例えばこう,こういう大きいビニールハウスの張り替えとか人がいないとできない仕事をでも皆さん家族でやられてる、うん、だからそういうのに以前はあのその農家がグループを組んでやっとったんですけどそれも今の社会情勢と一緒でみんな高齢化でビニールハウスの上に乗れなくなってきて。 で若い人材がたくさんいてるうちの農園を頼られるようになったんですね。地域貢献やと思ってまあ奉仕的にお手伝いをする格好でまあ地域を守ろうっていう気持ちでやってきてたんですけどやっぱりこうあ,のあくまでもメインは農家なのでまあそれこそ3年前の台風被害全員が自分を守らんとあかんのですよ。 うち自身が被害を受けてるのに農家さんビニール貼ってくれ言われてもいやいやうちのビニールハウス潰れてるからよそ助けに行ってる場合じゃないし助けに行きたくても今のうちの現状を見てくれよとこういう状況だとやっぱり本当にみんなが共倒れになりかねないのであのやっぱりそういうのを守れるようなあのの農園同士農家同士ではなくて。 そういうのをちゃんと統制取って動くような法人みたいなものを作らんとダメだよねってなって立ち上げたのが大木にあぐりっていう会社ですでいろんな忙しい農家さんのところに手伝いに行けるようなだからそういう季節によってはビニールの張り替えがある季節によっては苗の植え付け作業があるとか、まあ、いろんな作業をその会社の中で作り込んだ人材であの動けるようにとか。 新規収納の子たちが自分で農業を始めて自分で作ってる作物だとやっぱり最初は手余りなんですよねそういう時にその子たちの副収入になればいいやと思っててやっぱ農業をやりながらなかなかやっぱりその1年間の仕事を作ることがまず難しいのでそういう子たちにとったらは、まあの他の農家さんのお手伝いに行って自分のさらなる 能力を身につけながらお給料をもらえると、はい、そういう仕組みを作っていくと,、まあ、と当然地域,の地域の農家さんと新規収納の子たちとのコミュニティも出来上がってくるし「俺も辞めるからお前この農地面倒見てくれへんか」とかそういうふうなつながりってやっぱりこう接触回数とかを増やしながら人間関係を築き上げてこそ成り立つんだって、うん、行政が窓口になってこういう農地空きました。 こういうのじゃいりませんかではつながらんのですよねで。それを誰がやるのかって考えたときにやっぱりそれを身近で常に見てるその情報を常に持ってる農家である自分たちが橋渡しをしないとつながるわけないんですよねこう形式的にはできないだからそういうふうな意味とかをあのやっぱりやっていくためにはあの農家がやってたらあかん ので僕も農作業をね茄子を作ることが中ファームの本業なのでそういうことと優先順位をやっぱり混乱したいかんのででで法人ができたわけですでそっちの法人の方では今そういう仕組みで動きながらそれこそ今農業塾を立ち上げていく中での土台となる役割を担っているって感じですね。 新規収納したいと言っても家族経営のような農業を考える方もおられればある程度の規模でビジネスとしての農業経営を目指している方もおられます受け入れる農家とのミスマッチングで収納につながらないということもあります学びたい方が学びたいことを学べる環境づくりが富田林では始まっています農業人材 の育やってでそのね今目先の結構誰々さんの野菜はおいしいからって皆さん消費者も言うてもらえるんですけどまあその方もね気がつけば70歳80歳ってなってきてその後その人の遺伝子っていうんかその人の能力を引き継げる人がやっぱ育ってないっていうのがあからさまに見えてて。 そういうところをちゃんとこう育てていかないとずっとそのね消費者の皆さんにそれを届けていこうと思ったらうんやっぱり人材育成をこうなんか今すぐたちまち明日から駄目っていう状況でもないんですけど社会情勢もあって農業に興味を持たれる方は確実に増えてきてるのでなんかそういった中でこうまあ適性を見るとこからこう本業に。 実際進むのかっていうふうな,なんか方向性をこう判断してもらえるような環境づくりを今しているまっ最中ですね。まある最中ですね。新規収農の方っていうのは農地もなければ栽培技術もなければこう農業につながりのある環境ってお持ちじゃない方がチャレンジしようとしてはるわけで。 でそういう人らをやっぱりこうある程度こうそういう環境の整った自分たちがサポートして助けてあげないとなかなかレールに乗れないだって農家の跡取りが後を継がない <laughs> 職業なわけで今の時代になって、ね、サラリーマンの人らが農業したい農業したいって来られるわけですから、まあ、すごい感覚的には変な感じはあったんですけど。 まあ、やっぱりこうそこがまあ見直されてきたんだなっていうことと、まあ、そういう中で、まあ、自分らの仕事にもこう今こそ魅力を発信する時期なんだろうなと思って、まあ、やり始めてる中で、まあ、実際にこうみんな手探りでやってたんですけどみんな共通に学べるものと学びたい方が。 学びたいことを学べるような環境を作らないといけないなと思ってきてで農業塾を今立ち上げたんですよ僕が持ってるノウハウが全て来られる方に通用するわけでもないですし求めておられることとこっちが提供できることの,あのミスマッチを防ぐためにグループで作ろうと。でまあ、そういうい課題の中で、まあ あの独立収納を目指して頑張る方もいらっしゃってももちろん、まあ、そこが軸にあるんですけど、うん、まあ今後こういうふうな農業界も発展していって農業者、ね、今の私たちの農業所得も上がっていくのであれば農業で勤めるっていう方向性もあるんじゃないかなと思って実際の実動は地域の農家さんの協力者を集めてその農家さんたちが あの本質的なこう育成カリキュラムは農家さんんが全部だから作るんですただ最低限の基礎となるスキルレベルになる教科書は当然用意してますけどその日の天気その日のね状況によってで作物のコンディションによってやる作業が変わるんだよということを学んでもらわないとこう今日はこれしなさい言われたから。 こっちで、ね、苗が乾いて枯れててもこっちの作業するようじゃ全然ダメなわけでだからそういうのをこう学んでもらうための塾が、まあ、全国にいろんな農業塾ありますけどちょっとそことの違いはそういう感じなんかなと思って今作り込んでますね。で,でやっぱり大阪って今こう都市農業基本法もできたことで。 それと大阪に農地はあるべきものに立ち位置変わったことでね、うん、で僕らにとってもこう一般の、ね、市内に住ま,れ住まれる方とかでも農業を楽しむ環境づくりって僕らもやっぱ発信していかなあかんのでこう本気で後継者を育てるためのコースと農的交間でまあ菓子農園とかね体験農園とかを通じてあの週末家族で。 野菜を収穫に来たりとか畑仕事をちょっと小さい場所で楽しむとかその日本建ての環境づくりを僕らはやろうと思って。